異世界チート魔術師、星1。異世界に強制的に召喚されたオスメス二人とかはどうでもよくて全員がイキリ散らすシナリオ。この作品は今まで見たことないくらいのイキリ戦闘力の高い奴らがことあるごとにイキリ散らすキングオブイキリ、イキリスト様をあがめ立て祭る作品です。内容は陰謀とかそんな感じの中学2年生の頃の気持ちを消化させた感じのやつで特に中身はないが壮大に見せる感じのナスキノコ流のやつでこれもまた素敵。とりわけ2巻のイキリブスイキリのバトルはナロー系屈指のお互いにさっさと攻撃しろやと思えるようなイキリスト様たちは戦闘前にイキリ散らさないとバトルシーンが始まらないという清々しいまでのイキリを見せてくれます。さっさと攻撃しろ有利ポジ取ってるんだから不意打ちしろということはイキリスト様たちはせず必ず戦闘前にイキリマウンティングをしてから戦闘を始めるという忍者にとっての挨拶みたいな感じにわびさびが染み入ります。チート能力を持っているから生きれるその運よく手に入れたチートを自分の実力だと評価するイキリスト様の壮大風イキリバトル漫画。ある時から突然暗殺者のメスがエピソードに割り込んでって何この唐突なやつとか思ってたら突然イキリ様の恋人になりたいだとか意味不明なことを言い出して赤信号の道路に飛び出してダメをベラして死ぬというエピソードがハガレンのマースヒューズみたいなことしたかったのかなといった感じでナロー系のポテンシャルの高さがあんこに染み入る。賢い人が狙ってイキリを作る感じでは決して作れない神聖の才能がある井上さんクラスが作ったナロー系の奇策、とんでもなく面白いのぜ。